いつもご覧いただきありがとうございます。今回も大谷翔平選手、ドジャースの最新情報をご紹介いたします。大谷翔平で追いつき、ベッツが決め、背中で語るフリーマン。大谷翔平、さよなら本塁打を呼び込む騎士改正の同点53号。4安打、1本塁打、2盗塁の猛打賞で、53本塁打、55盗塁。打率を3割台に。 仙梁役者のサヨナラ劇「無双状態」でパドレストの天皇さんへ神がかりな打撃スタッツに驚きの声が上がっているドジャースの大谷翔平が土壇場で同点弾を放ちチームのサヨナラ勝ちを呼び込んだ現地9月22日日本時間23日ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が本拠地ドジャースタジアムで行われたコロラド・ロッキーズ戦に1番指名打者で先発出場 9回に53号同点ソロホームランを放つなど5打数4安打1打点をマークさらに3回と7回にそれぞれ2投を決め53本塁打55盗塁に記録を更新した大谷は初回にレフト前ヒットで連続試合安打を6に伸ばした3回はワンアウト1塁からライト前ヒットで出塁すると続くムーキー・ベッツの打席で4球目に2投に成功するさらに7回ワンアウトでも ライト前ヒットで猛打賞をマークすると再びムーキー・ベッツの打席でスチールを敢行55個目の盗塁を決めた流れをガラリと変える貴重な一発だった1点ビハインドの土壇場9回先頭で登場した大谷は4球目のスプリットを振り抜き2試合ぶりの本塁打をよくスタンドに運んだ大谷は9回に先頭で打席に立つとカウント ツーボールワンストライクからロッキーズ右腕のセルハル坊戦が投じた低めのスプリットを強振打球速度114.7マイル約184.6キロをマークした打球は飛距離432フィート約132メートルで宇宙間スタンドに着弾ホームランを見届けた大谷はベンチに向かって人差し指を掲げダイヤモンドを1周する際には歓喜の雄たけびを上げた 2塁ベースを回ると再びベンチに視線を向けて鼓舞するかのような仕草を見せたこの一発が完全に流れを変え2番ベッツが19号サヨナラ弾を左翼席に叩き込みドジャースが6対5で劇的勝利を飾ったまたも記録ずくめの1日となった米データ会社のコーディファイなどによればメジャー史上初だけでも4試合で6盗塁31走塁打7試合で6本塁打7盗塁 4試合で5本塁打6盗塁などがずらりと並ぶ4試合のスパンに関しては5本塁打5盗塁さえ過去にいないのに大谷は6盗塁をマークしたドジャースの球団記録としても53発は2001年ショーン・グリーンの49発を4本も更新しさらに7試合で5本塁打5盗塁でさえ誰も達成していなかったのに同6本塁打7盗塁とした さらにシーズン94長打は今季6試合を残して1930年のベーブ・ハーマンに94年ぶりで並んだまたドジャースタジアムでシーズン28本塁打も2019年コディベリンジャー現カブスの同27発を更新する新記録さらにこの日は2盗塁を決めて今季ホームで30盗塁としこちらも前人未到のドジャースタジアムでシーズン30本塁打30盗塁まであと2発とした この試合大谷は4安打1打点を稼ぎ打率を3割1厘まで上げたバットだけでなく3回と7回にそれぞれ盗塁を決めて53本塁打55盗塁に記録を伸ばした大谷翔平4試合で驚異の18打数14安打5本塁打13打点起死回生53号同点ソロ団に敵将脱帽スーパースターだそれが彼の仕事だろう ロバーツ監督も手放しで激勝人間とは思えない逆転劇を呼び込んだ大谷の豪快弾には敵将も脱帽しているロッキーズのバド・ブラック監督は試合後の会見で大谷はスーパースターだとこれ以上ない称賛の言葉を送る大谷は偉大な選手だ彼は50本以上のホームランを打っているそれが彼の仕事だしドジャースの仕事だろうと語り あとアウト3つで勝利をつかみかけながら大谷のソロンをきっかけにゲームをひっくり返された自軍を嘆いた一方のデーブ・ロバーツ監督は翔平は翔平らしいプレーを続けてくれている今彼を人間とは思えない翔平のようにこれほどまでゾーンに入っているプレイヤーを私は本当に見たことがないとすさまじいパフォーマンスに舌を巻いた彼は使命感に燃えているとにかく勝ちたいんだロバーツ監督の言葉に熱が帯びた 同点ホームランを放ちベンチに戻ってきた時にはいつも以上に感情をあらわにしていた彼は勝ちたいそこを渇望し続けているというと盗塁のスタートヒットを打つこと3割を超えたいとも思っているのだろうこれほどまで集中できるとは想像するのは難しいと惨事を惜しまなかった前人未到の50本塁打50盗塁を達成したマーリンズ戦から4試合で驚異の18打数14安打 5本塁打13打打点と手がつけられない状態打率は3割に復帰してトリプルスリーも視野に入れ53本塁打55盗塁に到達大谷翔平を MLB124 勝の韓国ドジャースのレジェンドが絶賛アジア人に確固たる可能性自国への影響力も指摘大谷を球団 OB で韓国人初の大リーガーでもあるパク・チャンホ氏が絶賛した。 22日に自身のインスタグラムを更新しドジャースタジアムで会った際のツーショット写真を添えて60本塁打60盗塁という新たな目標を立て必ずそこにたどり着くと信じているとメッセージを送ったパク・チャンホ氏は大谷の50本塁打50盗塁達成を受けこんなに素晴らしいとは思わなかった天は彼に多くのものを与えてくれたと異次元の記録を称賛。 さらに60本塁打60盗塁という新たな目標を立て必ずそこにたどり着くと信じていると記録を伸ばすことを期待している続けて大谷はアジア人に確固たる可能性と大きな目標を掲げてくれた最高の舞台で最高になるということを彼を見守る成長株たちは可能性を感じ確信して各自の未来を大きくより広く描くことだろうとし アジアから大リーグを目指す選手への好影響を指摘しているドジャースタジアムで大谷と並んだ写真を添え彼との出会いを記憶し彼の成長過程に惨事と今後の歩みに幸運と大きな光が照らしますようにそして私たち韓国のキム・ハソンイ・ジョンフペジファンやマイナーリーグで頑張っている夢追い人にも大谷のエネルギーが伝わりますようにとつづった1994年にドジャース入りしたパク・チャンホ氏は 野茂英吉と共に先発ローテーションの一角を担った時期もあるレンジャーズやパドレスを経て2008年にドジャースへ復帰するなど大リーグ通算17年でアジア人最多の124勝を残している私は間違っていた大谷翔平に期待していなかった米名物司会者が50本塁打50盗塁達成で謝罪ベーブ・ルースよりはるかに優れている。 怒涛の勢いで記録を塗り替え続ける大谷に驚きの声を上げたのは米メディアエッセンシャルスポーツだ今シーズン翔平大谷がドジャースに加入した時期待は低かった右肘の怪我からリハビリ中で投球できなかったからだと説明しかしなんと彼は状況を変えたと報じ打者として前人未到の50本塁打50盗塁に到達した日本のスーパースターをこう紹介している。 彼はバットで勝負し、誰よりも早く4040 40クラブに加わったのだ。そして、まだ多くの試合が残っていたため、誰もが50本塁打、50盗塁が次の目標だと知っていた。彼があらゆる記録を打ち破ったことで、ベーブ・ルース、アレックス・ロドリゲス、そして他の野球界の偉人たちと比較されるようになった。大谷は相変わらず謙虚で、目標だけに集中していた。そして、将平・大谷は、 見事に50本類だ50本を達成した記事では米名物司会者のコリン・カワード氏が自身のポッドキャスト「ザ・ハード・ウィズ・コリン・カワード」で語ったコメントも紹介カワード氏は大谷について私は間違っていたことを認める彼はベーブ・ルースよりはるかに優れていると伝説の打者とは比較にならないと強調し謝罪したさらに同メディアはニューヨーク・メッツのブランドン・ニモが明かしたコメントも掲載 みんないつもベーブ・ルースについて話しているが彼は史上最高の野球選手の一人だ我々はここで現代のベーブ・ルースと対戦していると思うと現役選手も大谷に夢中だと伝えているまた MLB 公式サイト MLB.com によると大谷の過去7試合の打撃成績は打率5割32打数16安打6本塁打17打点7盗塁11得点 OPS は1.668でまるでテレビゲームのような異次元すぎる数字を報告驚愕スタッツにため息を漏らしているまた同じく MLB 公式のサラ・ダングス氏によると大谷が本塁打と盗塁複数回を記録した試合が今季5試合目でありこれは1986年のリッキー・ヘンダーソンと並び1900年以降で最多記録となったと伝えている。 通算1,406盗類を誇るレジェンドと肩を並べた大谷打って走ってを体現する異彩の勢いは止まる気配がない驚異のペースで前人未到の記録を塗り替え続ける絶好調のスーパースターに地元記者は先望の眼差しを送っているドジャース専門メディアドジャースネーションのノア・カムラス記者は大谷の53号アーチを見届けると自身の X を更新。 翔平大谷の直近4試合の成績と題し異次元すぎる打撃スタッツを列挙18打数14安打打率7割7分8厘5本塁打13打点9得点長打率 1.722OPS は2.522と目を疑うようなとんでもない数字を事実として記した加えてリーグ MVP を確信するような称賛の言葉を日本人スターに送っている 彼は MLB 史上初めて50本塁打、50盗塁、53本塁打、55盗塁の選手となった。また、自身初のポストシーズン進出を決めた。最も価値のある選手である。指名打者での MVP 受賞となれば MLB 史上初めてだ。しかも、2年連続リーグをまたいでの獲得となれば初の快挙となる。53本塁打、55盗塁としたことで、 MVP 争いに向けても大きく前進したといえる勢いがますます加速する大谷はイチローシアトル・マリナーズが持つ日本人最多盗塁記録56まであと一つに迫っており記録更新はもはや秒読み打って走って大谷はドジャースの地区優勝に向けて邁進するレギュラーシーズンも残り6試合ロサンゼルス・エンジェルス時代には味わえなかったヒリヒリする10月に向け大谷は躍動を続ける 大谷翔平の荒稼ぎで MVP 論争終結宣言米記者指摘最大のライバルは7試合欠場で明暗大谷は今月9発 &12 盗塁リンドーは7試合連続欠場大谷はリーグをまたいでの2年連続3度目 MVP 受賞へ大きく前進しており米名物記者は満場一致で MVP に輝くだろうと占っている米唯一の全国史 USA TODAY のボブ・ナイチンゲール記者は大谷とフランシスコ・リンドウは内野手メッツの間で起きていた MVP 論争について言及えーとナ・ビーグ MVP 論争は確かにあっという間に終わった翔平大谷がおそらく3度目の満場一致の MVP を受賞するだろうと主張した大谷は9月に入って勢いを加速させている月間成績は打率3割5分4厘82打数29安打 9本塁打25打点12盗塁19日同20日の敵地マーリンズ戦では6打数6安打3本塁打10打点の離れ技をやってのけたシーズン53発123打点で二冠王はほぼ確定的だ対照的にリンドーアは13日同14日敵地フィリーズ戦で腰痛のため途中交代15日 同16日の同戦に先発出場も1打席で交代してからは22日同23日の本拠地フィリーズ戦まで7試合連続で欠場となったこの日の試合前カルロス・メンドーサ監督はリンドーアの出場について可能性はあるとしていたが結局出番はなかった打撃や走塁守備投球を総合的に評価して貢献度を表すセーバーメトリックスの指標ウォーデー 米野球データサイトベースボール・リファレンスによるランキングは21日同22日時点で大谷が1位で8.1林道和は6.6で3位となっている。米データサイトファングラフスでも大谷が8.0で1位林道和は,は7.4で2位だ。近年の MVP は打撃走塁守備投球を総合的に評価して貢献度を表す「O」が重要視されている。同指標は 守備面での貢献度がない純然たる DH 選手に対して一律にマイナス評価を下すものでもあるだが今シーズンの大谷はベイ球専門データサイトファングラフスが7.9同じくベイデータサイトベースボールリファレンスが8.1といずれもナショナルリーグトップの数値をマークしているのだかねてから守備についていないと批判的な意見を集めていた大谷そうした中でも高い貢献度を発揮し 数値化もされているゆえにフルタイムの DH といえど MVP 受賞の可能性が高いといえる現地メディアの間でも大谷の3度目の体感を論じる声は日に日に強まっている大谷に対して何かと辛辣な米紙ニューヨーク・ポストのコラムニストであるマイク・ナッカロ氏は DH の選手が MVP を獲得する資格があるかどうかという問題で行き詰まるとしたらまあ理解はできる結局のところ 明確な答えのない問題を議論するのがスポーツの醍醐味でもあると指摘した上で「大谷は MVP になるべきか?」の話題にこう持論を記している確かにメッツのフランシスコ・リンドーアは大谷にとって変わる候補者だったが背中に故障を抱えたせいで彼の地位は由来だそして今大谷が MVP を獲得しないというのは信じがたい状況になった実際のところ MVP をめぐる議論はほとんど論点を外れており大谷が今シーズンに何をしたかに関する真実を見えにくくしている大谷の記録した50本塁打50盗塁は誰かが近づくことすら大変なとてつもない数字だ打者として図抜けた価値を示してきた大谷その努力は野球の本場でも認められているこの10日間ほどでくっきり分かれた明暗フランク・ロビンソン1961年レッ 1966年オリオールズに続く史上2人目の両リーグ MVP へ期待は大きく膨らんでいる9回裏大谷同点53号にああまずいマイクに漏れた敵地放送局の本音信じられない9回の53号には敵地放送局も信じられないとうなだれていた MLB 公式のロッキーズ地元の中継では大谷のバットがボールにコンタクトした瞬間に解説の氷 サリバン氏が「ああまずい」と本音をポロリ実況のドリュー・グッドマン氏は大谷が宇宙艦スタンドへかっ飛ばし同点に「信じられない」「本当に」「まさに驚異的だ」と頭を抱えるしかないようだったロッキーズにしてみれば最も避けたかった結末サリバン氏は「大谷は最高の低めのボールヒッターの一人です」「53号は完全にぶちかました」と呆然とさせられていた大谷はこの試合で2得点もマーク 今季128得点とし一チ氏がマリナーズ時代の2001年に記録した日本人のシーズン最多得点127を更新シーズン最多盗塁も一郎氏が同年に残した56へあと1と迫っている MLB 公式のドジャース番記者であるフアントリビオ氏は日曜のホームランはドジャースのユニフォームを着た彼にとって最もインパクトのあるものだった大谷はスーパースターであり 彼は三度目の MVP 獲得に向かっていると激勝する。続けて、ロッキーズとのシリーズで勝ち越しを収めたことは、ドジャースにとって大きな第一歩だった。今、彼らはその勢いをレギュラーシーズン最大のシリーズ戦に持ち込もうとしている。ドジャースがサンディエゴ・パドレスとの3連戦に勝てば、12シーズンで11度目のナ・リーグ西地区優勝が決まる。第一番に勝てなければ、 全ては最終週末にかかっていると現地24日から始まるニーパドレスとの天皇さんに向けチームの雰囲気はより高まったと言及した SNS 上でもファンは歓喜スタジアムがまた大歓声とともに揺れたよロハスがまるで家族かのように祝福するところがまたいい大盛り上がりマジで鳥肌立ったスタジアム最高やん神はいたメンタル強すぎやっぱ走ったか これぞ大谷さんって感じ。プレッシャー強すぎだろ。これだけマイペースで走り続けるのもすごいわ好きあらば盗塁してくるなイチローさんの記録も見えてきたねなんというか本当に漫画の世界を生きてるよ異次元すぎるしびれる試合完全にゾーンに入ってるやっぱスターだわこういう試合は鳥肌立つな大谷さんこの前の50号ぶっ放した時より今日の方が吠えまくっとるなどと盛り上がった 最後までご覧いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。